今回のコロナ禍の中でだんだん物がないと言ってて、このニトリルグローブに関しては、まあ、ちょっとずつ物の入りが悪い。で、そうこうしてるうちにその出荷調整だとかっていう話にも出てきて、世界的に個人防護具需要急増の影響を受け、従来価格では製品確保ができない状況となっております。患者さんにね、戦死するときにゴワゴワしてなくて、こうどちらかというとこう血管をこう触知するにはすごく分かりがいい。次にプラスチックを使えとかっていうふうにこう言われてってる方たちもいるっていうのは聞いてあります。今自分たちがはめてるのと同じような感覚のものであるかどうかっていうところが多分一つは大きいところ。